はい、皆さんこんにちは。本日の動画は一つ前の動画でショッピング Vlog の動画をお届けしたかなと思うんですけども、その動画でね購入したこちらのダイワピア39のセットアップのね紹介動画をお届けします。僕がね今着ているこちらのね黒のジャケットとパンツもね今履いてるんですけど、このセットアップも一応ダイワの商品になってまして、やっぱりねすごいかっこいいんですよね。まあ実際の商品どんなもんなのかっていうところをね、まあ気になる方はねちょっと参考にしていただければなと思います。まあぜひね最後まで見ていっていただけると嬉しいです。本当はですね、このセットアップ以外にもこちらの水色のねシャツとかもめちゃめちゃ欲しかったんですけど、店頭に売ってなくてですねちょっと購入できなくてちょっと残念なんですけど、まあ、セットアップが無事に買えたので良かったです。ではね、まあ、早速ねこちらの紹介していこうかなと思います。はい、というわけで今回ね僕が購入した商品の詳細に移れればなと思うんですけども、購入したのはダイワピア39のスプリングサマー、まあ2022年 SS のサードデリバリーの商品になってまして、テックダブルブレステッドジャケットとテックイージー2プリーツトラウザーズですね。はい、こちらのネイビーを上下セットで購入してきました。こちらが商品になるんですけども、いやーめちゃめちゃかっこいいっすね。マジで購入できてよかったです。で、もともとね今僕が着ているのが今回ね購入した方とはまた違う方のねジャケットのセットアップになるんですけど、多分このセットアップはねかなりこう定番で毎回出ているものになります。で、まあこんな感じでね袖のところにプリーツが入ってたりとか、あとはここでちょっとシルエットを変えられるようなボタンがついてたり、まあこんな感じでサングラスとかアイウェアをかけるような輪っかがついてたりとか、で、まあ、逆にこの輪っかをねこんな感じでこうボタンに留めてちょっとスタンドカラーで着たりとかできるものになるんですけど、今回のセットアップはダブルのジャケットになります。定番のこのセットアップに比べるとやっぱりダブルなのでちょっとより綺麗め要素が強い印象がありますね。ラベルのところもねやっぱりシングルのものよりかはちょっと大きい作りになってるので、ディティールはねすごいダイワっぽいんですけど、かなりこう綺麗めにね決まるジャケットのセットアップなので、もうこれは買うしかないなっていう感じですぐ即決でしたね。はい、やっぱり細かいディティールとかは結構似ているところがありますね。素材は一応ポリエステル 100% になっていて、まあ小雨ぐらいであれば弾くような質感になってるみたいです。まあ袖のところにはねこんな感じでちょっとプリーツが入っていて、まあこれがねかなりこうダイワっぽい印象ありますし、まあ袖元もこんな感じでボタンがついてるので、ここでねシルエットをこう調整して着れるっていうのがまあ面白いところですよね。まあとりあえず皆さん多分サイズ感とかが一番気になるかなと思いますので、まずはねそちら別撮りでご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。着用してみるとねこんな感じです。サイズ感はねめちゃくちゃ大きめです。僕は割と緩く着たかったのでパンツが M サイズでジャケットが L サイズを着てます。かなりゆったりしてますね。で、まあ改めてね細かい作りで言うと、まあこんな感じで2つね袖口のところにプリーツがついていて、袖はねこんな感じにボタンがついてます。こんな感じでボタンを留めるとですね溜まりができるような作りになってます。比べてみると結構違いますよね。こんな感じにこうちょっと留めていただいてシルエット遊ぶこともできますし、あとは内側のねポケットがやっぱり豊富ですね。釣り具のメーカーにはなるので小物とかをねしっかりこう収納できるような作りにはなってます。でパンツはこんな感じでウエストがねゴムになっていて、ここに
プリーツが2個ついてます。もともと持ってたこちらの黒のねセットアップよりもやっぱりこう比べてみるとちょっと綺麗めな要素がね強いかなというふうに思います。こちらのセットアップはねパンツが雰囲気がスラックスっぽくなくてですね、画像で言うとこんな感じなんですけど、ちょっとやっぱりテック寄りなんですよね。こちらのセットアップに比べるとだいぶ印象が変わるかなというふうに思います。まあ、正直ね M サイズでも着れたんですけど、 M サイズだとですね僕結構腕の長さがあるのでこんな感じで溜まりを作れなかったんですよね。まあ、せっかくならなんかシュレットの変化を楽しめた方がいいかなと思って、 M だとねこんな感じなので袖の長さがね僕はまあぴったりぐらいなんですよね。まあ、ここにねボタンとかついててシルエット変えられるんですけど、 M サイズに関してはね僕全然たまんないんですよね。はい、まあ、という理由もあってね今回僕はちょっと大きめの L サイズを購入してます。もうちょっとね暖かくなったらこれをさらっとね T シャツに着てお出かけしたいなというふうに思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日の動画は2022年 SS のサードデリバリーのダイワピア39のこちらのダブルのセットアップをご紹介させていただきました。まあ、普段からね僕は綺麗めの格好が好きでジャケットとかシャツスタイルが好きなんですけど、ダイワのセットアップはねやっぱりこういうスニーカーとかね相性がいいセットアップかなと思うので、通常のねカッチリとしたこうセットアップスタイルよりかはどこかにちょっと抜け感とかがあってすごいかっこいいなというふうに思いますし、やっぱり着ていてねすごい楽なんですよね。でまだね一着も持ってない方はぜひ、まあ、これからもねどんどんいろんな商品発売されるかなと思いますので見ていただけたらなと思います。はい、というわけで前回の動画からちょっとずつね、まあ、日常系の動画とかユニクロとかのねプチプラン以外でも少しずつちょっと幅を広げてお届けできたらなと思います。まずはちょっと1万人目指してるのでぜひチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。